皆さんこんにちは、しだる TV 石井亮介です。本日も神奈川県はアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をしております。今日はすごいの来たよ。俺の私物、僕じゃないけど小山さんの私物、ただのスピードじゃないよ。エピックスピード、どこにあるトリプルダイヤモンド、ひし形マークが3つついてるのがトリプルダイヤモンドです。あ、これいいよ。いいね、どう見ても。でその下にね、LS って書いてあるやつと、はい、がもうある。ね、スピードの LS はね、今僕到着待ちだよちなみにね、世の中には出てないかもしれないけど DS って書いてあるやつも。ああ、なんか見ました、見ました。で普通のスピードと何が違うかっていうと、ソール の, そのヒール部分に、あ、失礼、ソール の, あのフェース寄りにウェイトが入ってる。あ、なんとなく入ってなかった、入ってない、ただのスピードには入ってないです。だからなんとなくこう重心が浅くなってるのかな、低くなってるのかなっていうことを思わせる。でなおかつこれの LS があるっていうのに僕は感動してオーダーしてしまったんです。 LS のトリプルダイヤモンド、うん、エピックスピードLS トリプルダイヤモンドトリプルダイヤモンド LS かな、トリプルダイヤモンド LS、 トリプルダイヤモンド LS かな。ちなみにね、今日来る前にね、一応 R&A コンフォーミングリスト見てみたんだけど、エピックスピードと名前の付いたドライバーだけで、ね、右が 1,2,3,4,5,6 機種ありました。そのうち1機種はあれでしょ、ミケルソン用のレフティのやつじゃない？違う、別に、うん、レフティはバージョン5まであって、それがね、ロフト角6度のヘッドのみだったから、はい、まあ、ミケルソンはあれでしょうね。でもこのスピードがいわゆるエピックスピードと全然上から見た時の顔が違いますね。違う、全く別物ですね。何が違いますか？いや、まずそもそもあの従来のエピックスピードってもっとこう丸顔の、これどっちかっていうとこう前作っていうか、キャロウェイエピックトリプルダイヤモンド、エピックフラッシュトリプルダイヤモンドかに近いっていうか、こう後ろがこうただの丸顔じゃないんですよね。ヒール側、こっち側が長くて、こっち直線的でこっち丸くなってるっていう、全然顔が違うじゃないですか。あのね、エピックスピードだから適合品が6機種あって、はい、エピックスピードバージョン1って呼ばれてるのが多分市販されてる、その丸っこいヘッド。おお。それはね、多分バージョン2。おお。で多分バージョン2と LS、 トリプルダイヤモンド LS の2機種がちょっとこうアメリカで出てるっていう感じで、おそらく日本でもそのあたりが多分出るんじゃないですか、ね、出ると思うんですよ。全然、むしろだからエピックマックス LS と結構形状的に近いのかな。うん、近い。あのよりちょっと後ろがこう、はい、ストレッチしてるヘッドになってますよね。もう別物ですよね。別物です。だからスピードって名前に騙されて買うと全然別物がきますね。僕知らずにスピード LS 買ってしまったんですけど顔は多分全然違う、はい、そのヘッドはね、実は僕用に買ったので、はい、10.5 度なんで、はい、石プロにはちょっとロフト大きいかなと思いますけど、あのカチャカチャすれば大丈夫ですかシャフトは一応青ベンタス 6S が入ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと軽めにいきます。はい、お、捕まっちゃった。でも打感のそれは、マックス LS とは全然違って、スピードみたいなちょっとこう吸い付く感じの打感ですよ。
マッシュはまあまあ出て、純粋にちょっとスピン量が多いだけ。あ、そうか。LS の方が端っこってあったっけ？マックス LS の方がちょっとフェース面硬質なんですよ。ちょっと玉離れが早い感じの、ちょっとこう。で、もともとエピックスピードの方が打感がすごい柔らかくて、まあ、TSI3 とまで言わないけど、もうちょっとフェースに乗る感じがあって。ただ、エピックスピードが結構捕まる系の方に出るんで、ちょっと怖くて使えなかったんですけど。これはそうだよね。捕まりはあるんだけど、どっちかというと安定志向。いやー、いい球。いや、打感の柔らかい感じとかいいっすよ。打感はいいよね。ピンスがちょっと入りますな。うん、そんなとこにウェイトが入ってるから、てっきり荒っぽくて超ロースピンになるかと思ったら、いや、むしろこれ結構安定系、スピードの方が荒っぽいんじゃねえかっていう、そうノーマルの、うん、逆にこれがノーマルモデルでいいんですよ。だからやりやすいかな、ね、この形状、この見た目でロースピンなの今度 LS？そんな感じかと思われますけど、来てみないと分かんないですね。一応ビビって柔道買ったんですけど、なんかネットとかでは LS のトリップダイヤとかみんななんか、うん、でこれの LS がある。ちなみにこのヘッドは女子プロが結構使ってるかな。男子プロはね、ノーマルをマックス LS を使ってる人が多いかな。男子プロっていうか日本の男子プロはね、マックス LS がどうにも使いこなせなくて、はいはい、せっかく買ったのにちょっと荒っぽいんですよ。あれもうないんですか今、瀬戸さんにお貸ししてますそれ荒っぽくないでしょ。これ荒っぽくない。荒っぽくないでしょ、はい、俺ね、これをあれにしてもなんかプロパワーにしてもよかったんじゃないかなってちょっと思うんだよねうわ、いい球。そしてこの青弁の 6S がとても心地いいでもね、スピンがちょっと多いから、黒弁に変えてみます。はい、ほら、初速も結構出るじゃないですか。早く来ないかな、僕のやつちょっと打たせていいよ。これのだって LS ってことだもんね、うん、だ、打たせでっていうか、それ取るんでしょ、どうせこれの打感でさ、この振りやすさでさ LS だったらいい。はい、いいっす。いや、9度、いや、10度かな。9度、いや、9度にしたかったら立てればいいと思って。いや、むしろ僕、いや、スピードが丸顔だと思ってて、で、あのスピードは結構捕まるんで、どうせ打てねえかなと思ってさ、まあ打てなかったら売ればいいやって、多分今のうちだったら転売してそこそこ売れるから、いや早めに言ってください。だけどね、なんか、うん、なんかいいよ。プロパーより安定感あるし、まあ現金でもメルカリでも何でもこういや、柔らかいしさ、ペイペイでもあるんで大丈夫です。打感も柔らかいしさ、なんかいいんだよね。ちょっとだから石材やロフト多いかな。青弁にしてさらに球が当たるのかな。うん、青弁の方がなんかこうシャフトのしなりを感じられて、黒ってなんかこうちょっとしなり量が少ないんですよ戻します、青弁にあれがいいんじゃない。 DF はいい。あ、ダメだね、戻ってこないね。もうスピン量が僕も3000回転で諦めようかと思ってますよ。まあ安定するからね。変な OB みたいな球出ない。その理由で、あ、後でやるからいいのか。その理由で僕シム2からシムになってますから今。
このヘッドで9度でも面白いと思うよ。はい、いやていうか僕 LS 今から10じゃなくて9に変えられないのかないや LS はまたちょっと違うでしょうから、あのトリプルダイヤモンド LS はまたちょっと違うだろうから分かんない。形状も違ったし、うん、ラームとかが使ってるのがそれなのかそれとも LS なのか DS なのかが分かんないんだよね。やっぱり DF 追随性があるわでスピードと違うなんか違うけど捕まりが悪いかっていうと結構いいんで、捕まりはいいです。あのでもゆっくり動くんだけど、はい、程よいです。捕まりがいいんですよ。うわお面白い。ちょっと張り感強いのかしらね。ちょっとでも飛ばしにかかってるのもあるんです。なるほど。あの最近石田で TV 飛ばし系がなかったので久しぶりに、まあ、石田怪我したりしてたからね。ちょっと最近触れてないんですよね、うん。去年の今頃すげえ触れてたからね曲がってるしてた、うん、安定系やっぱり青だね。振ってるんだけどなえ振ってるんだけどな全然スピードが今日出ない。ちなみに僕はあのこの DF を普通に使ってます。いやえマイナス1にしてみてください。はい、青弁 6S で、ロフトを一度減らしてみました。コースであれ打ってれば問題ないと思うんですけど。お来たよ 71.3 コースであれを打ってればやっぱちょっと多いな。だからの LS ですよ。まあ 10、まあ、10度減らした俺がそうビビって 10.5 のヘッドを買っちゃったから。あこれいいいいね。どう見ても、うん、これハウマッチですよねそんな高くないよ。悪くないんじゃないですか。悪くない。フェアウェイゴルフ、フェアウェイゴルフだった、うん、珍しくあの結構いい納期でそんなに待たずに買えたこれいいの500ドルぐらい。ああそんなもんかな。あのね、プロパーの商品モデルよりも安定感がある、ね、はい、いやプロパーのスピードより明らかにこっちの方が楽。あれはね、話題を作れなかったってどうなのかな。まあ、でも初速は出るし、あと捕まんないちょっとスライサーの人が結構みんな横殴りフックになって飛んでくんですよ。だからちょっとこうスライスがどうしても出ちゃうんで、コース行った時にこう右曲がりがっていう人がバコーンって飛んでいくんで、そういう人はこのヘッドだとちょっと右行くかもね、はい、いやこれいいな。いいですか。初速も出てると思うんです。スピン減らせばすげえ武器になりそう。はい、じゃあそろそろもう、まあ、そのスピンを減らすのは僕の永遠の課題なんですけど総評しちゃいましょうか。総評しますか、ね、多いのよスピンが初速はねめっちゃ出てる、うん、まあ、
エピック感ですよね。ああもったいない、スピンが2000とかだともう、でもあの球3000回転あるに見えます。300弾丸ライナーで言ってますけどね、スピン減ったら310ぐらい出るよこれ。ちょっともういいもういいもういい、誰か僕にこうスピンを減らすのを教えてもらっていいですか。いやいや、あれぐらいが安定していいんじゃないですか。一応感想を言っておくれ。ただね、買えないものを褒めても仕方ないなとはちょっと思うんだけどね。でもまだ売ってんじゃない、もう売り切れた。だけどちょっと特殊だよね、やっぱ日本でも売ってないしさ。エピックスピードって名前がついてるヘッドなんですけど、まず上から見たらまるで顔が違うので。これは何、エクスクルーシブ出ない？エクスクルーシブないんですか。まあ多分出るんでしょうけど、まあ、現時点では出てないし、これと同じものが出るかどうかも分かんない。なるほど。6ヘッド種類ヘッドがあるからさ。あの形状はエピックフラッシュトリプルダイヤモンドに結構近い上から見た目だなっていうのが第一印象で、フェース面のその当たった打感はいわゆるエピックスピードのちょっとこうフェースが柔らかい感じ、ボールが乗る感じがして、でもなんかこう初速は出るし、でもう本当あの打ってる時言ってましたけど、いわゆるプロパンのエピックスピードより安定感安心感があるなっていうところは打ってても本当思うので。打感ちょっとマーベリックっぽかったないですか。あーマーベリックまではいかないかな、うんうん、でも柔らかいってその表現言いたいことは、エピックとマーベリックの間みたいな感じですよね、はい、でも初速出ますから、ね、若干柔らかい、とっても安定系のヘッドだなっていう感じはします、ね、はい。それデザイン見ただけだとさ全然そんなことないんだけど、わかんないですね。僕ははっきり言ってプロパーよりこっちの方が出来がいいと思います、うん。僕早くこれのスピード LS が届かないかなって思ってます。スピードはやっぱりエピックスピードはやっぱり独特、重心ちょっと浅めでクルッと回るから面白いヘッドだけど、あれをなんとかなラインナップの真ん中に置くっていうのは結構不思議な感じがします。でも今年はやっぱりエピックのこうなんていうのかな、そのちょっと刺激の強い感じをいろいろ楽しみたいなっていうのもあるので、うんうん、そんな中で、まあ、トリプルダイヤモンドって出てくるとやっぱり打ってみたいなと思うんでね。シラするとやっぱりキャロウェイ褒めてる人の方がやっぱりちょっと多い感じしますよね、うん、やっぱりあの荒っぽさというかね、うん、やんちゃな感じがやっぱりいいですよね、まあ、やっぱちょっと味付けの濃いものが欲しくなるんですよ。そうね。でその中ではあの今年のエピックスピードとかエピックマックス LS なんかと比べるとこれは安定感はあるなと思うので、うん、まあ、ちょっとこう興味がある方は打ってみてもいいかもしれない。いやだから、まあ、僕はこれ好き、なかなか買えないし、うん、あんまりおすすめできない。多分日本でジーパーズとかに売ってない。ああない。だから日本で多分限定発売はおそらく現時点では分かんないけどするでしょうから、そこをパッと狙ってでスピンがもうちょっと減らしたい人は LS が出るとですね、まだ売ってないけど気にはなりますよ、うん、僕はエピックスピード LS が来るの待ちで、来たらまたやりましょう。ぜひ、はい、じゃあその時まで売らないでください、ね、もう、うん、もうないとかすぐ売ってもいいかなと思ったけど、これはなんか出来がいいのでもうちょっと試してみよう。使えます、はい、ありがとうございました。これいいいね、どう見てもこれハウマッチですよね。